Okay, I've been working like three jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends. I won't be ya. Oh God, I've been running now. Up early when the sun is out. Not selling out my own soul, but those real ones, they coming out. もぐもぐしと遅れます言うて、本当はなんかあのジョイフルなんか食べたいものがあったんやって触れてやるなって家帰ったらお母さんがメンチカツ温めてくれてて、うん、メンチカツをかじりながらズームをログインしたので、別にご飯を食べてて遅くなったわけではありません。私たちは長崎出身で現在東京拠点に活動しているクリエイティブチームのアツコアです。今回もおなじみ、みさきちゃんに登場してもらってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日私が話したいのは、映像とデザインの融合について話したいっていうのが、私はデザイナーで映像を作る。で、どういう連携が取っていけるかっていうのは、こう、話ししときたいなと思って、ちょっとそのトピックでお話ししたいなと思ってます。例えば全く何も広報もデザインも決まってない、これから立ち上げますっていう企業さんがあるとするじゃん、はいはい、一緒にプロモーションだったり、あとブランディングだったり、イメージを固めていきましょうって時に、デザインと映像のどういうふうにこう融合できるかなっていうのを話したい。なるほどなるほど、うん、なんだろう、 俺が今パッと思いついたもので言うと、何かこう訴求する時で、例えば今回ロゴだとして、その映像を流す中でアイコンみたいなの終始流して右上とか端の方でこう流したりしてる人たちとかもいれば、動画の終わりの方で会社のロゴマークとかを出したりだとか、ジングルっていうんだけど、動画と動画の節目に会社に関連するものだったり入れたりとか、そういったところで、融合というか、例えばその企業だったら、必ずそういうロゴマークっていうのは存在すると思ってて、ここではもうむしろ必要不可欠というか、会社のデザインだったりブランディングだったり売りたい商品だったり、ある程度デザイン整理ができていた方が映像を作った時によりあの発揮できると思っていて、映像に入る前の段階でそういうデザイン周りの整理ってすごく大事だなと思うんですよね。そのデザイン周りもしっかりと作りつつ、一緒に内容を聞きながら動画制作も連動していけるといいですよね。それで言うと、ロゴと動画ってお互い相乗効果あると思ってて、例えば動画だけでロゴを使わない動画だけでの結局、まあ、内容とか大枠つかめたとしても、自分の中でこう印象深いものが何か残ったかって言われると、まあそうでもなかったりするわけで、逆にそのじゃあロゴだけで宣伝するってなった時に、まあ音もない映像もないってなると、まあそのロゴマークは記憶に残るけど、結局何を伝えるかっていうのは正直難しいところがあると思ってる。でそのロゴと映像を組み合わせることで、まあもちろんその視認性が高まったりだとか、なんかこうストーリーみたいなやつも組み立てやすくなると思ってて、そういった意味ではロゴと動画っていうのは相性がいいっていうか、むしろもうこう大事、絶対大事っていう感じですね、僕的には。そのロゴマークがあって、お互い動画と相乗効果で高め合った上で、実際にホームページを見に行った時に同じロゴマークデザインの雰囲気が統一されてて、例えば商品パッケージデザインも整ってたりすると連動してるから、より理解が早いよね、伝わりも早い、こういう動画での広げ方、SNS の活用の仕方っていうのも非常に大事ですよね。なんかあの美咲ちゃん、なんか今まであのどの商品選ぶみたいな質問ばっかだったんで、今日もあのもしかしたら龍と剣だったらどっち選ぶみたいな質問来るかなって個人的には思ってたんですけど、そしたら今日なんかすごい真面目なことがあったんで、ちょっとそうなんですよ、たまには真面目な金貝も見せた方がいいなと思いましてちゃんとデザインに対する向上心持って仕事してるんだぞっていうのを伝えたい。やっぱり人間性も見てもらいたいし、キャラクター性も見てもらいたいけれども、デザインにかける思い、それは本当に真剣だ。なんで笑ってるのずっと笑ってないって、この子はどこが笑ってるの全然笑ってないやん。顔に出るの本当にやめて。いや俺さ、それなんかよく言われるんやけどさ、もうそれ仕方ない、それに関しては。まあいろいろリサーチしてて、
2021年からまあ2022年にかけてどのマーケティングが需要が出てくるかみたいなそういう記事を見たんですけど、そこで紹介されてたのがまずやっぱり動画マーケティング、もう一つが、モバイルマーケティング、まあ、携帯とか端末を使ったような、三つ目が、なんかノスタルジックマーケティングって言って、それこそ前回美咲ちゃんが言ってたような、古き良きものを使ってマーケティングをするみたいな、来るんじゃないかみたいな感じで言われてるんですけど、まあ、例えばそのノスタルジックマーケティングとかだったら、在宅時間が増えたことによって、そのボードゲームとか、昔、家族間でやってたよねみたいなボードゲームとかがまた来るんじゃないかみたいな、なんか私のちょっと上世代の女子も、まあ、セーラームーンが結構前から来てて、で私世代になるとカードキャプターさくらが今来てて、改めてこの世代に向けて漫画をカバー変えたりとか特典つけて改めて販売し始めてるんよ最高なんで、で当時は子供だったけど今大人になってお仕事もし始めて自分で使えるお金も増えてきて、そういう状況で懐かしいカードキャプターさくらのさくらちゃん買っちゃう、あの時買えなかったけどっていうのが多くて、昔のものを使うと昔の当時の気持ちが蘇るから、私そういうのは今後来るんじゃないかなと思う。そのグッズとかで言ったら、やっぱりその、なんだろう、キャッシュポイントの方になるんでしょうけど、多分、なんか記事的に書いてあったのは、そのキャッシュフローの中に、踏み込みましょうみたいな。うん、はい、踏み込むことが流行っていくんじゃないかみたいな。ってことは、一時的なものっていうよりは、もう一回流行らせていこうみたいな。宣伝材料にするじゃないけど。例えば、子供ショップに行ったとしてもお母さん世代に向けたデザインのものとかが最近増えてるんだって。昔使ってた子供グッズ、自分大人になりました、自分今の世代に合わせてデザインになってる、買って子供に使わせるっていうマーケがこう流れてるんだって。多分まさに多分小石さんが言ってる多分ノスタルジックマーケティングのことじゃないかな。子供をいわばその広告塔として、なんかその子に足を運ばせて、その人、まあその子供の商品も売りつつ、そういったそのお母さん世代の人たちも狙っていくっていう業界マーケティング、やっぱ大事ですよね。私小さい頃好きなテレビ番組が NHK よりもテレビショッピングだったんだ。俺も夜中のやつ見てた、あのアメリカの中アメリカタイプねそれ吹き替え合ってるみたいなやつえーよーみたいなあれ好きやった。すぐに雑巾の水を切ってくれるやつとか、あー見てた見てた見てた、あるよね。あの台所の油も一瞬で取るやつとかあれすごくなかった2万円のところを5000円そんな何みたいな。しかも運がいいともう一個ついてくるよね。そうそうそう、まあ、言い方いろいろあるからね。なんかテレビショッピングのプレゼンが私すっごい好きで、なんか買わないけど買わないし買えないけど子供ながら、で料理も子供だからしないけど、すっごい切れる包丁とか欲しくなるあの感じ、すごいテクニックだなと思って NHK よりもそっちを見てたな。なんかやってみたいって思ってたまあなんかいつかこれでそういう販売物つなげれたらラッキーですよね。そうですね。ただ自分たちの今めちゃくちゃ弱いところが視聴者との距離感がありすぎるっていう、これねマジでねいい例があって、 YouTube で成功する例と失敗する例のもういい例があるんですよ、はい、今って全然ごめんね興味ないかもしれないけど、カップルチャンネル、来たい来たい、カップルチャンネルってめっちゃ流行ってるんですよ。カップルチャンネルでこれ全然伸びる人とめちゃくちゃ伸びる人がいて、これってまあもちろん動画のそのコンテンツの内容とかももちろんあると思うけど、その伸びてる人の方が動画の、なんかこうクオリティみたいなやつ低かったりするわけよ。でこっちの方が動画のクオリティ高いのに全然伸びないっていうのがあって、こう大きな違い何かっていうと、
さっきも言ったんやけど、視聴者との距離感なんですよ。人間味があったりだとか、距離感が近い方が圧倒的に伸びるんですよ。それは何かっていうと、例えば、まあ、カメラ目線、そう、視聴者に向けて話しかけてるだったりだとか、そういうアクションが多いとやっぱり距離感が縮まっていくし、その伸びないチャンネルはもう自分たちだけで会話してるんですよ、ほとんど自分が見る感じ。そうなると伸びないんですよ。そこの知見あるかないかでももう大きく変わってくるんで、そういった、まあ、それも一種マーケティングですよね、やっぱ大事だと。距離感だね、距離感。動画だから物理的に場所が離れてるっていうわけじゃなくて、人間性により視聴者が近づいてこれるかっていう距離感。視聴者って人に依存するんですよ。特にこういう YouTube とかのプラットフォームはそうなんですけど、例えば音声メディアとかあるじゃないですか、クラブハウスとかスプーンとかボイシーとか、音声に特化したメディアあるんですけど、それはそれでいいんですよ。声でなんかこう作業しながら聞きたいって人たちがいるから。でも YouTube とかって違うんですよ、人に依存してるんですよ。これマジでいい例が、今中田のあっちゃんいるじゃないですか、オリエンタルラジオの、この人が YouTube ですごい登録者数も増えて、いろんなことやってるんですよ YouTube で。で、中田のあっちゃんが自分を、データ化して自分のマスクを作って AI を通して話しさせるみたいなことをやろうとしたんですよ。そこにあっちゃんいないでしょ。あっちゃんのマスクがあって、まあ、誰でもいいですよ。それの人が、あっちゃんのマスクをかぶって、もう顔はあっちゃんなんですよ。でも、あっちゃんはそこでいない。なんか別の場所から音声を送り込むみたいなことをやろうとしたんですよ。多分、新しい変革をもたらそうとして。ただ、これはやめたんですよ、あっちゃん。なんで？途中で気づいたみたいで、デザインとかも完璧だったらしいんですよ。そのマスクのデザインとか。設計も完璧だったらしいんですよ。らしいんですけど、一つ落とし穴があって、YouTube っていうプラットフォームは、中田敦彦っていう一人の人間に対して圧倒的なファンがついてたんです。あっちゃんが見たいんですよ。っていうふうに、あっちゃん途中気づいて、すいません、取りやめます。これから取りやめますっていう選択を取って。だから実際それが放送されてないってこと？それやろうとしたのは放送されてない。っていうふうにプラットフォームごとに視聴者の思考も変わってくるから、合わせないといけない、ね。なんかさ、デジタルの世界なのにやっぱり人間の感情というか温かみというかパーソナリティってやっぱりどの時代でも大事なんだね。だから YouTube で音声だけでやってる人で成功してる人一人もいないですもん。よくやってるじゃないですか、ラジオとか。一番いいのは、そう、キングコングの西野さんとかは、撮った音声を YouTube に転用して、まあ、それはそれいいんですけど、それがグロースするかって言われると、そうでもないですよ。そもそもだって、耳だけで見るためにアクセスしてないじゃん、俺は YouTube に。そうだね、そうだね。動画があるからっていうのはあるよね。そう。実は、これも、実はね、このデジタルの世界で一回話題になったんよ。この耳に特化した、コンテンツを出していくと強いんじゃないかみたいな。耳だけでも YouTube 楽しめたらこれ強いんじゃないかってなったんだけど、そのグロースさせることを目的とするんだったらやっぱり顔は出ないと。VTuber とかまた別の話だけどね。VTuber ってもうそもそもそれがその人みたいな感覚だから。VTuber?後で調べてください。VTuber。もういつも勉強になるわ。なんかばあちゃんみたいな私。なんで鼻で笑うの？笑ってないって。今日何の話しようかなと思っていろいろ見てたんですよ。自分いつもこうなんかニュースとか見てるんですか？ヤフーニュースとかニューストピックスとかいろいろ見てるんですけど、なんか面白い記事ないかなと思って見てて、でも今日もうどこ見てもコロナの話ばっかなってますよ。さすがにもう、こう、コロナの話とか、もう仕事の話ばっかりしてもつまんないなと思って、ちょっとたまにはちょっと、明るい話しようかなと思いまして、まあ、コロナいつまで続くかわかんないけどさ、コロナ明けて、まあ、1ヶ月間とか、まあ、何してもいいけどさ、コロナ明けて時間とお金に余裕ができたときに、何やりたいです、皆さん。
これ長崎限定でちょっとお聞きしたいです。長崎県内で？県内で何をやりたいか。いや俺ね、まあ仲いい人たちを、まあ、10人とか20人とか集めて、なんかバスツアーみたいなやつやりたい。あの修学旅行みたいなやつわかる？バスで長崎のいいところ行きまくるみたいなやつやりたいなって。なんか楽しそうじゃないですか。楽しいよ、それは。おいしいよ。だって運転しなくていいんですよ。かつめっちゃいろんな人たちといろんなゲームを楽しみながら行きたいところに行けるんですよ。滝小屋、温泉とかいろいろ。うわ。めっちゃ良くない？やば。あとね、なんかキャンプしたいなと思って。ああ、わかる。いやというのも。なんか僕の世代の長崎にいる僕の世代の友達がなぜかみんなキャンプにドハマりしてて、インスタグラムストーリーズあるじゃん。絶対この人たち繋がってないだろうっていう人たちみんなでもキャンプ行ってるんよ。へえ。こんなキャンプ行くと思って。まあもちなんだろうな、確かにこうあんまりこうやることがなくなってくると。そういったとこにたどり着くのかなとか思ったんだけど、でもなんか見ててすごいなんか楽しそうだから。キャンプ楽しいよね。そうだからバスツアー、バスでいろんなスポット美味しいとこ旅館とか巡ってキャンプとかそういうのやりたいなってちょっと夢ある話をさせてもらいました。贅沢だな、それは。いい時間になるよ。間違いないよ。やりたいなと思います。いいね。バスツアー話されたら話すことねえやん。そうなん、何でもできるやん、バスツアー。なんかあります、ね、私、コロナ明けたら、もう本当に大勢で会食とか宴会とかしたいかな。うん、っていうのも、地元のお祭りに、いつもお手伝いとして行くんだけど、やっぱりその後の打ち上げがない、できない、うん、しても少人数で誰かさんのお宅に行ってっていう規制をしっかり考えながらするから、そのイベントの後の飲み会とか打ち上げがないから、こう感動を分かち合えない現象、ちょっと燃え尽きてないな現象、うん、があるから、もうイベントの後の打ち上げをしたい。すごくわかります、それは、うん、それこそなんかもう共通で言えるんですけど、僕もなんか大勢でやっぱりわちゃわちゃやりたいかなって。でパッと浮かんだのが、例えば、うん、なんだろうな、とか島、なんか無人島みたい、長崎にあるかあんまりそれは詳しくないんですけど、なんか無人島みたいなところになんかちょっと大勢で行って、それこそなんかバーベキューやったりとか、なんかそれこそなんか逃走中みたいな感じでやったら面白いかなみたいな。孝子さん、はい、長崎県は日本で一番島の数が多い町なんですよ。はい、無人島ありますよ。あざっす。ほんで一番多いですからね。なんか、はあ、村の ALT の先生たちがよく言ってるよね。対馬だっけ？五島だっけ？壱岐か。言ってるよね、うん。なるほど。じゃあみんな、じゃあたくさんの人集めてワイワイしたいっていう感じですかね。ちょっと僕の用意したトピックがあまりに早く終わっちゃったんで、どうしようかなって。今日も龍の剣の話した方が良かったかな、そういう系の。